きルートもとか帰り取っとくか。名集番だげよ。近道とか通らない方が、来るの楽だと思います。本当にこういう感じなんでね。いやとりあえずね、正規ルート撮影しておきますよ。うちが来たルートはね、むちゃくちゃなんでね。まず五郎さんとこ行くのにまずむちゃくちゃだったよね。お、水がちょろちょろ流れてる。ここ、あ、これかね。これ首洗いたきだったりして、そんなことないか。そんなことあんのかな。首洗いたきにつながるのかな。沢向きかな。どっちなんだろうね。あ、車で来てるね。暗いね。また虫。もういい加減にせよ。俺あのね、鼻の中入るんじゃない。そして虫。ちょっと一回切るわ。イラつくわ今の虫。なんか隧道があるよ、隧道。違うね、これ橋だ。橋だよ。これ、あ、違う、石垣だ。これ石垣ですよ。これちょんまげ時代の石垣じゃない。そんなことないか。まあ、ちょんまげ時代の石垣だよっていうことにしとくと、なんかかっこいいから、そういうことにしとこう。響くな。あ、だるまさんが転んだ。なんだこの看板は。なんだ爪は。なんだ爪はってか。あ、そうです、そうです、私が分岐です。南大林道って書いてあるよ。石切り場、南大城跡。ああ、いっぱい書いたんじゃん。石切り場、あの笠間の。そんな遠くは歩きたくないんですけど。いやでも石切り場っていっぱいあるよね、この。あ、だからこういう石がいっぱいあんのか、転がって。そういうことか。あれ、これどっちや。あ、こっちだよ。ちょっと待って、怖い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 。水没してる、水没してる。え、ここ何。まで一回切る。雨強いのかな。川になっちゃってるよ。ほら。ここはどこ。私は誰。ね、川になってますよ。これもうちょっと雨降ったらもうちょっとえらいことなんだろうね、ここ。はあ。滝入り不動尊じゃね。首洗い滝につながるやつかな。なんかそんな感じする、位置的にそんな感じするんだけど、太陽が見えないからさっぱりわからないですけど。あれ、なんだあれ。あ、でもここで、あ、ごめんね、叩いちゃった。あ、まあ、すごいね、水はきれいよ、うん。これは多分
ミニだな。